動画をどっから革命ですね。何するよ。スケートボードだよ。 100% スケートボードの男なんですよ。奇跡です。はい、最近どうですか調子は。最近忙しくて。忙しいんですか。忙しいです。何やってんすか最近。自分のやりたいことばっかやってますね。やりたいこといいじゃないですかそれは、まあまあ、例えば自分の部屋の内装を学校の課題にして。はいはい。そんなことは不暇ないですね。っていうのはじゃああれなの、時間があれば女の子とガンガン遊べるようなスキルを僕は持ち合わせていますと。そういうことですか。そういうことですね。かしこまりましたあと何かやってんですか。最近将棋にハマってて。将棋、それは一人でやってんのいや、バイト先の人で。ああ、なるほど。自分を駒に例えるとしたら銀ですかね。結構いくね俺あれよ、桂馬よ広告じゃん。そうですね。こういうタイプのあれじゃん。これ桂馬よ、スタイル的には。そういう生き方をしたいなって、桂馬みてえになりてえなっていうのは、あのスタイル、他にはないじゃん。そうですね。うん、不規則ですね。そうなんだよね。そういうとこかっこいいよね、桂馬って。金か。そんな自分を上の評価してるなんて。ちょっとずるいな。で、将棋やって、あと何やってんすか。なんとバイトもして、ぐらいですか。ぐらいですか。スケートボードはやらないんですか一番大事なというか、それ間違ったスケートボード、打ち合わせと違う。スケートボード…スケートボードです。あ、ごめんなさい。かしこまりました。来ましたね。スケートボードやってるんですか。それはじゃあ…スケートボードのことが好きっていう感じのあれなんですかね、やっぱり小池さん的には。うん、まあ滑るのが好きっていう。ああ、いいワード出ましたね。滑ることが好きです。滑ることが好き、これ待ってましたよ僕はそれはあれですか、滑るのは好きだけど、そのスケートボードのそういったカルチャーみたいなものはなんか別にそこまで知らなくてもいいかなっていう。まあ、何から知ればいいか分かんないなみたいな感じのあれなんですかね。歴史好きなんですよ。はい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 。ただスケートボードはなぜか深掘ってないんです。なるほど。これからと。これからディグる予定があるんだけども、これからもないと思いますけど。これからもない。それ知りたいとは思わない感じなの。そうですね。あんまりこうビビッときてない感じがまだ、はい。スケートボードを滑ることは好き、でも背景はあんまり、カルチャー自体はそんな今がいいかな。それはちょっと違うんじゃないですかそれはあれっすよ、彼女と性行為するのは好き、はい、そう言ってるのと同じですよ。彼女いる？はい、今いません。今いない。じゃあ仮にいた時期、そしてこれからできたとして、はい、彼女と性行為するのは好きだけど、別にそういう彼女の歴史とか、別にそういうバックボーンとか、なんでこういう感じに育ったのかっていうのを別に興味ないっすそう言ってるのと同じです、はい、これはもうイコールで結べます。同じですね。それっていいんですか、彼女に対して。いや、良くないです。ダメですよね。ってことはスケートボードに対してもそれでいいんですか。良くないですね。気づいてくれた。そんな小池っちのために今日はちょっとよりスケートボードを好きになれるであろう、ちょっといろいろな事柄をレクチャーしていきたいなと思うわけなんですけども、はい、私もそんなね当時の歴史にね
リアルで体感してるわけでもないですし、ただただ昔のものが好きで一生懸命いろいろ見て勉強しましたっていうのをちょっと教えるよぐらいのテンションなんで、こう絶対これがこうだとか、はい、いやいやその歴史は違うよとかってわけではなくっていうところだけ分かっていただきたいですね。やっぱ怖い人に ね、 そうですね、知識ある怖い人にディスられると多分立ち直れない部分 がそうだね、2週間ぐらい休みをいただく形になっちゃうから、はい、そこは本当にただ俺の好きなものを共有したい、これやばいっしょっていうのを共有して、小池っちももうなんかこうちょっとオールドっぽい雰囲気を漂わせてほしい、そしてスケートボードをもっと愛してほしい、そしてこれからできるであろう彼女のこともちゃんとこうねプレイだけじゃなくて、そうですね、ちゃんとその人の存在自体を愛せるように、今日はそこスケートなんてもどうでもいいかもしれない、彼女の存在自体、それを取り巻く環境彼女を取り巻く環境までも愛せるような人にこの話でできたらなっていう、そういう壮大な、壮大ですね、そうだね、そのためにやるみたいなところはある。お願いします。まずスケボーってじゃあどうやって発展したか、そこはある程度分かってたりする？どこの国のどのエリアから？ああ、それ分かんないですね。あ、本当に？近いから。そうなんですけども、これ見てないですか？ロード・オブ・ドッグ・タウン。見てません。とても見やすい。映画だから。そして面白い。それどういう内容ですか？これはね、本当にスケートがね、始まった時代。スケートが始まった時代じゃないんだよね。スケボーっていうのは、まあ、これが合ってるか合ってないかちょっと本当ディスられるのは怖いからあんまりこう代理者は言えないけど、もう60年代にはもう娯楽としてあったわけさ。で本当にもう扱いとしてはフラフープとかヨーヨーとかそういうやつの、フラフープヨーヨースケートボード今一番熱いのはこの3個なんだ。でも今となっちゃうさ、スケボーとフラフープとヨーヨーは同じなんていうテンションではないわけじゃないですか。すごくないですか。革命ですよ。革命、革命です。その本当始まりが僕はこれだと思ってます。ロードオブドッグタウン、これが本当に始まり。ベニスの背景を描いている映画なんだけど、ベニスからなんですよ。スケートですか。今のこのスケートボードっていうのは元をたどれば。ベニスっていうのは海沿いなわけじゃないですか。サーファーがスケーターになったわけですよ。割とそこを別で考えている人が多いわけ。サーファーはサーファー、スケーターはスケーター。でそうじゃないんだと。スケートとサーフィンはもう同じ同じと言ったら語弊があるけど、サーファーが発生してみたいな。サーフィンができないかな。いや違うんですよ。それはこれでも書いてあるんですけど、あんまりこうネタバレをするのも多分これから見てほしいっていうのもあるし、あんまりこう内容についてガバガバネタバレはしないんですけど、基本的にベニスの海ってあの朝が波あるんですよ、まあ、昼過ぎからもう波がなくなっちゃう。でも俺はサーフィンがして、じゃあ何するよ。スケートボードだよ。データ、はい、これは本当にあれなんですよ。最初そのサーフィンからスケートの下りがあって、でもやっぱりこう革命的な瞬間っていうのはウィールがウレタン製になったことで、すごくスケートボードっていうのは発展をしたんですよ。もともと何だったんですか。もともと何だったんだろうな、あれわかんねえでも本当超 DIY な感じで、あのそれこそ業者とかが使うさゴロゴロあるじゃん。 あれからなんかシャリパクってつけてこれがスケートボードだっていう超 DIY なことをしてたんですよ、はい、それはこのドッグタウン&ズイボーイズ、うん、同じですか。内容は出てくる。近しいけど、ロード・オブ・ドッグ・タウンの方はもう本当映画、
いろんな編集されて、もう映画として見れる物語です。だから若干多分事実と異なる部分も入ってるかもしれない。でもそれでもいい、かっこいいんだもん。で、このドッグタウン&Z ボーイズに関してはこれはもうほぼドキュメンタリーに近い。これはでも本当に勉強になる。本当これはね、中二の道徳の授業とかでやった方がいい。中二や、中二の道徳だね。多分中二ぐらいからはみ出すやつっているじゃないですか。そうですね。ちょっと俺はもうこれでやっていきたいみたいな芽生えるやつもいるんですよ。そいつらに見てほしいのがドッグタウン&Z ボーイズ。これサブタイトル読んで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 、これスタイル is everything。 はい、カメラに向かって言ってスタイル is everything。 そうなんですよ、スタイル is everything なんですよ。スタイルが全てなんですよ。これ聞いたことありません？ないですね。これ聞いたことない。これはね、これもう死だよ。これ聞いたことないですって言ったら多分もう就職できない。本当ですか？うん、できなくなっちゃうから。もうでも今日知ったね、これはね、ジェイ・アダムスの言葉なんだけどね。ジェイ・アダムス分かります？分かりません。ジェイ・アダムス分からない。カメラ止めろ。ジェイ・アダムスが分からない。そもそもこのロード・オブ・ドッグタウンですね、はい、これ3人いるじゃないですか、ジャケットに、はい、これがいわゆるメインメンバーなんですよ。がステイシー・ペラルタ。シリが反応した。私にはどうお答えすればいいのか分かりません。ステイシー・ペラルタ反応しました。怖いんだよ。まずね、ステイシー・ペラルタ。おい。ステイシーで反応してます。なるほど。まあじゃあペラルタとトニー・アルバ、聞いたことある？ありません。ない。とジェイ・アダムスの3人なんですよ。まずこの3人のうち誰推しかっていうのが、まあ、全員かっこいい、全員好きなんだけど、はい、俺はこいつかなみたいな推し面ができるわけですよ。あ、なるほど。そこが楽しい。ちなみに僕はもう全員好きなんですけど、僕は J アダムスが本当一番好きなスケーターで、うん、それなぜですか？それはね、見てほしい。見た上で、あ、確かになんか J 好きそうだなって思われたい。みんなで推し面を語りたい。一番人気は？一番人気はでもどうなんですかね。いやでも3人人気よ。3人人気、これ本当分かれると思う。まずステイシーはボーンズブリゲイドって分かる？はい。この T ですよ、この T、 この T ですよ、この T、 この骸骨のこのグラフィック見たことあるじゃないですか、はい、ボーンズブリゲイドを作ったのがチームなんだけどね、ボーンズブリゲイドってがステイシーなので、アルバはこのロゴ、このロゴだね。うん、アルバ見たことない？ないか。ちょっと戻してください。もうレジェンド、レジェンドですよ。で、J アダムスに関してはもういろんなとこに影響がいってて、そういったカルチャー、サーフィンとか特にそうだし、スケボーに関してはハードラックとかってブランドわかる？とかのジェイソン・ジェシーとか、はい、でも影響すごい与えてるし、ほんと元祖みたいな。それこそスタイリーズエブリシングって言ったのも J だし、あと 100% スケートボーダーってさ、それ、え、マジか。 100% スケートボーダーなんですよ彼は。そういう肩書きをつけられるぐらい 100% スケートボーダーな男なんですよ。おいおい、マジかいって言われてたんですか？それはでも後から。 100% ですか？え、何パーセントですか？じゃあ20ぐらいですか？いや20もない、 J も 100% で。そうですね、2とか2とか、まあいいでしょ、2% 4あるよ。
4あります。俺が2ぐらい多分2もないかもしれない。もうでもね、多分これを見てないからそういう 100% スケートボーダーを知らないんだよ。そうです、ね、これ見ちゃったらもうなんだこれかっこよすぎるだろっつってもう戻れません、後には戻れないですか。戻れない。もう知りたくて知りたくてしょうがなくなっちゃう。あ、もうあの時の気持ちと同じですよ。恋と恋と同じ。恋と同じ。もっと知りたいっつって。まあなんか本当にそのきっかけが今まで恋キッチンなかったってだけで、これもう一発にいればもう早いよ。もう自発的にもっとくれよ情報をくれよってなっちゃう。これ見ればね 2% は上がるねその 2% ですか。俺このその 2% しかないこれを見てから、まあ、映画だから、まあ、雰囲気も分かりやすいし、あ、こういう3人がいたんだ、あ、そういう感じなんだっていうのをまず理解した上で、ドッグタウン&Z ボーイズ、これは割とサーフカルチャーよりちゃよりなんだけど、本当にその70年代のスケートの連盟期一番こう来たっていうところを結構こと細かく当時の人たち、いわゆる Z ボーイズっていうのはチーム名だよね。で、Z ボーイズのメンバーたちがすげえいろいろ細かく語ってくれる素晴らしい作品でございます。そもそもオールドスクールスケートみたいなさ、昔のスケートのイメージとかってさ、はい、どういうイメージをお持ちですか？板の形は、はいはいはい、ロケット型。ロケット型。まあ、シェイプがちょっと変な形してて、先が尖ってはいはいはい、それに乗ってボールだったりランプに入ってっていうイメージです。なるほどですね。ストリートあんまりやってるイメージないです。そうなんですよ。ストリートっていうのはまだこの Z ボーイズの時代、そこまでこうじゃあストリートガツガツ滑ろうぜっていうのはなかったんですよ。サビの一応ですね。そうです。じゃあなんでランプとかボールとかああいうプールみたいなやつが生まれた、なぜでしょうか。プールってそもそも何ですか。泳ぐところですよね。ですよね。そうなんです。プールは泳ぐところなんですよ。そこで滑るってちょっと意味わかんなくないですかまあ意味わかんないです。それも全部ここに載ってます。なんでプールにスケートボードを持ち込んだのか、その背景とかもうゾクゾクするよだってプールだぜ、水普通張ってるじゃん。はい、そうですね。ここにね、ほんと俺はここがすげえもうバチバチに感動しちゃうんだけど、感動っていうかもう爆発しちゃうの俺はこのプールにね、スケートを持ち込まれた理由とかっていうかさ、その流れがただの発想も素晴らしいんだけど、もうこう環境なんだよね。この時代アメリカって全然雨降らなくて干ばつ的状況だったの。だから水不足だったから空になったプールとか結構あったのよ。空になったプールでちょっとこれサーフィンの練習みたいにできんじゃないみたいな、そのテンションから始まってるわけですよ。つまりですよ、つまり、はい、アメリカで干ばつ的な状況が起きなければスケートはもう今ないかもしれない。そうね、だってストリートに繰り出す前にこういったボールとかがあってストリートに行ったわけですよね。そのね、元々の部分がないとなると多分今こういう発展の仕方はしてないし、もしかしたら今はもうないかもしれないというこの危機的状況、どう思いですか確かにそうですね。すごいんですよ。奇跡でした。ありがとうございます。奇跡いただきました。お願いします。奇跡ですね。ありがとうございます。そうなんです。奇跡なんですよ、これは。奇跡ですよ。美しくないですか。美しいですよね。はい、はい、このスケートボードサーフィンの延長で発展したんだっていうのは分かりました。はい、じゃあ今このスケートボードいろんなブランドがあります。そうです。もうこれは言い方は悪いかもしれないけどビジネスとして成り立つ時代になってるんですよね。スケートボードはいろんなブランドがあって、それをスポンサーがいて、はい、みんながスケートビデオを出して、うん、それスケートビデオとかああいうのをさ、
ビデオとしてリリースしたり、スケートボードチームみたいなものをちゃんとこう公に発表するような感じでさ売り出したのって、じゃあ誰からなんだろうみたいな。まあもちろん Z ボーイズもそういうチーム名としてやってるけど、もっと大々的にどうやってこれは発展していったんだろうっていうのに気になりませんか？気になります。いっぱいありますよね、ブランド、はい、何が好きですか？ちなみに好きなブランド特にないんですよ。そうなんですね。ただもうこれ見ちゃったらね、俺はこれがいいって言っちゃいます。言っちゃうもうこれしか乗りたくないよっつって。でもその好きの幅を広げることがね重要だと思うんですよ。これは嫌いとかじゃなくて、それ嫌いなんじゃないんだと、知らないだけでしょ。知らなかったら面白いことできます？できません。できませんよね。はい、お願いします。知らなかったら面白いことはできません。そうなんですよ。ってことは知ってれば、いろいろ知ることによって感性が磨かれ、日常は充実します。そうなんですよ、するんですそれはでも今後ね、これを見た上で育っていく部分だと思うので、この Z ボーイズの後に見てほしいのがこれですよ。こっから本当スケートボードがすごく盛り上がったと言っても過言ではない。トニーホーク、スティーブ・キャバレロ、マイク・マクギル、ランス・マウンテン、ロドニー・ミューレン、もうかっこいいんだってサンタクルーズの、はいはいはい、手のマーク、手のやつだ、スクリーミングハンドだ、はい、もう切れ狂ったよ俺はこういうとこ、こういうとこでね、ほんともう勃起ブルドックスケートボードっていう、グレン・E・フリードマン、そういう写真家、経済が回ります。で、経済回ったらあなたはどうなる？ぶち上がります。ぶち上がります。そうだよ、ぶち上がろうぜ